月次で作業を行う必要がある給与計算と給与明細発行の流れを説明します。給与計算は人事ロームフリーが自動で計算します。メニューバーの設定をクリックし、手当、控除関連の項目までスクロールします。健康保険、厚生年金保険の項目では健康保険の加入団体情報を入力します。雇用保険の項目では雇用保険の事業所番号などを入力します。その情報をもとに自動で給与計算を行います。さらにワンクリックで給与明細の発行から給与支払いの依頼まで行うことができます。メニューバーから給与明細をクリックし、確定ボタンをクリックします。そうすると給与明細に転記され、給与明細の発行が完了します。給与明細の全従業員分の情報は印刷用ダウンロードをクリックすると一括でダウンロードすることも可能です。また給与の振り込みにインターネットバンキングをご利用されている場合、従業員の各口座への振り込み依頼も人事ロームフリーから実施することが可能です。給与の振り込みボタンをクリックすると、振り込み依頼ファイルの作成画面に遷移します。振り込みしたい従業員にチェックを入れ、振り込み元の口座情報を入力すると、振り込み依頼ファイルがダウンロードできます。勤怠管理と給与計算を分けて行う従来の管理では、作業が複雑になり工数が重なり計算ミスを発生させる可能性がありますが、勤怠管理から給与計算、給与明細発行までを一貫して行うことで、作業の効率化とコストダウン、ミスの削減が行えます。さらに人事ロームフリーでは追加料金やオプション契約なく、年次の作業や備え付け義務のある法定算帳簿や入退社書類の作成まで実施できます。次の動画で説明します。